防接種で熱出た以外で風邪は初めてかも。なに、本当にまだ歩けない。おまんでかじゃん。おまんでかじゃん。元気ならバーベキューも行ってくるよ。元気じゃない、寝ちゃうんだよね。でも元気じゃん。なので今日はナナちゃんだけお友達の家族とバーベキューに行くんだよね。まあ、だよ。いいな、楽しんできて、美味しいものいっぱい食べてきて、ママの分まで。ああ、ほんと一生寝てんな。下まで行ってくるよ、パパ。下まで行ってくるね。下まで。あ、もう行ったぞ。大丈夫、大丈夫。もう行ってていいでしょ。寝てる。寝てるから大丈夫。起きるから大丈夫。開けちゃって。怪しいな。預けられなく、預けなくてよかったわ。ちゅん、ナナちゃんのお金だから。なんで、お小遣いあげてるでしょ。あ、でも俺ね、お子じゃな。ナジュンにあげたお小遣いでしょ。お年玉でしょ。それ取ってどうするの。取っちゃうの、それ、ラジンので、1年後に2倍であげる。悪いやっちゃう。ラジンかわいそう。楽しんできてね、アルシちゃんと仲良くね。楽しみ。一人でちゃんと行ける？お利口さんしてよ。楽しんできてね。バイバイ。おかえりなさい、ののちゃん。楽しかったね。一日夜まで遊んだね。何してたの？もう辛い辛いです。でもおばあちゃんもこうやって買ってきてくれてさ、お友達もこうやってくれたの、ありがたいよね、こういう時に。カムサムニダ、カムサムニダ。今日はナナちゃんがバーベキューで遊んだ様子は、お友達のフォトカップル、フォトカップルっていうチャンネルから見れると思うので見てみてください。
までずっとグズ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 してたのにすごいわやっぱ奈々ちゃん。おい。おい。ありがとう奈々。マジで。奈々ちゃん来ないかなって思ったじゃん。待ちです。パパだけ生まれてしまったので嫌な予感がする。ナジムはなんと8ヶ月でコロナになってしまいました。入れないからさ、こうやってあげたことなくてさ。